皆さんこんにちは、石田千尋です。今日は特にね、なんか何かをしようっていう風に決めてるわけじゃないんですけど、なんか今とりあえず髪の毛を染めてきて、でお家に帰ってきて部屋着に着替えたところで、はい、今動画を回してます。で今日はまあゆるっとなんかウーバーイーツでもしながら、はい、何かを食べながら、はい、ゆるっとお話できたらいいかなって思ってます。ということで今日も早速やっていきたいと思います。どうぞ。ということで早速ウーバー何かしたいと思うんですけど、どうしようかな。今はね、時間が6時21分、あ、めっちゃお腹鳴った、やば、聞こえたかなこれ。そう、今6時21分で、実は私今日8時半から夜ご飯の予定が入っておりまして、はい、なのでがっつりしたものはやめとこうと思って、なんか軽いものでも、ちょっとお腹空いてて軽いもの食べようかなって思うんですけど、なんか実は昨日なんかすっごい暑くて外が、私すごい暑いのが苦手なんですよ。でめちゃめちゃ暑い中、ちょっとだけ外を移動で歩いたら本気の熱中症になりまして、で結構こう夜中中寝込むというか、はい、ということになりまして、なので実は昨日食べたものを昨日全部出しちゃって、で今日も今6時23分だけど、おにぎりまだ1個しか食べてないので、昨日今日で多分おにぎり1個分しか体に入ってない状態なんですよね。で普段私結構大食いなので、普段はすごいいっぱいこう食べるから、なんか結構ねすごいお腹空いてるんだと思うんですよ。多分なんかあんまりお腹空いてる感覚はないんですけど、お腹がグー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 ずっと鳴ってるんで、もしかしたらカメラに聞こえてるかもしれないんですけど、あ、今も鳴ってる、あ、すごい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 。なのでなんかそのご飯をね行く前になんかちょっと軽く食べてから行こうかなと思って、何食べようかな。でもなんかそんな感じだからさ、こう胃に優しいものというかね、こう優しいものがいいですよね、多分食べるの。なんかウーバーイーツってさ、でも本当にさ、こう一回ハマり始めるとやめられないですよね。あ、めっちゃお腹鳴ってる、やばい、これ聞こえてるのかな。どうしよう、ちょっと考えます。はい、めっちゃお腹鳴ってる、やばい。とりあえずいろいろやっているうちに夜になってしまって、あ、すごいポヤポヤしてる。夜になってしまってちょっと画面が暗くなっちゃったんですけど、はい、ウーバーしたので、ちょっとあとちょっとで多分来るはずなので、雑談しながらちょっと待ってみようかと思います。はい、ね、頼んだものはあれですね、クラムチャウダー。ご飯食べに行くからクラムチャウダーと、なんかすごい光ってる、あ、携帯の光かこれ、すごいすごいね、なんかクラムチャウダーと、あとなんだっけ、ロイヤルミルクティーを頼みました。はい、夜ご飯ががっつりあるので、はい、とりあえずスープと、でもめっちゃお腹空いててずっとグーグーお腹が鳴ってるので、とりあえずスープと飲み物買ってみました。でその間に実はちょっとだけお仕事をお家でして、で洗濯物をねちょっと洗濯機かけたりとかしてたら、気づいたらちょうど1時間ほど経っておりまして、はい、もうちょっとでね多分ねウーバーしたのが来るはずなので、はい、それを待ちながらワクワクしております。クラムチャウダー久々に食べるけど楽しみだな。ちょっと、あ、もうそろそろ来そう。たまにはね、こういうゆるい動画も良いのではないかと思ってちょっと適当に回してみてるんですけど、そう、今日ね、髪染めてきてね、ダブルカラー初めてじゃないけどダブルカラーをしたので、ちょっと暗い中でも明るく見えるようになりました。あ、来た、ちょっと待って、
来ました来ました来ました、あとちょっとです。なんかこういう待ってる時間が一番ワクワクするよね。実は実はそう、なんか今日髪の毛染めてもらってちょっとルンルン気分で結構ね明るくなったと思った。いつもだったらこのもう夜の明かりだと結構もう真っ黒に見えるんじゃないけど、茶髪って感じ、うん、真っ黒って感じだったんだけど、ちょっと明るくなりました。そうで、なんかこの1時間の間にいろいろ家事をやりまして、掃除機かけたりとか、あと掃除機かけたりとか洗濯機かけたりとか、まあいろいろ、あ、来た、少々お待ちを、よし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 、はい、ということで持ってきました、戻ってきました。で、お、なんだこれ、パンがついてるんだ、クリームチャウダーにパンついてた。わー、なんかめっちゃいい匂いする、やば、おー、すごい、こんな感じで、なんだっけこれ、ロイヤルミルクティーと、わー、美味しそう、クラムチャウダー久々に食べる、よいしょ、なんかパンついてたからパン入れちゃう、つけちゃう、こんな感じで、あとクラムチャウダーをこんな感じで、はい、熱っ、いただきます。この子たちが来たのでいただきます、いただきます、いただきます。何回言うんだって。あ、なんかでもパンつけちゃったからさ、すごい使ってる、うん、うん、ふん、おいしい、あ、めっちゃ染みますね。果たしてこれを食べて夜ご飯がいっぱい食べれるのかっていう問題なんですけど、まあいっか、お腹があんまりなってちゃうね、ちょっと恥ずかしいもんね、うん、何喋ろうかな、なんかあんまり考えてなかったけど、何がいいかな、うん、おいしい。でもさ、残念なことにこれぶっ刺して飲む、いったぶっ刺して飲むやつなんだけど、ストローがついてなかったっていう、辛い、なんかストローあったっけ、ストローついてない、ストロー必要だよね、こう飲めばいいのか、あー、またお腹鳴ってる、このお腹鳴ってるのとお腹空いてるのじゃなくて、なんか胃腸の調子が悪いとかなのかなってちょっと思い始めてきた。いただきます。うん、美味しい。ロイヤルミルクティーはあの無糖でお願いしますってわざわざあれに書きました、備考欄に。うん、最近なんかあったかな、でもこの本当に4月からまあ、ユニテージが始まったのもそうですし、結構いろんなことがこう自分の身の回りのことが変化してて、まあ自分でも結構こう変化の1年で、戸惑いもありつつ楽しみつつ過ごしてきてるんですけど、皆様は最近いかがお過ごしですか？なんかね、だいぶコロナも落ち着いてきて、外食もちょっとしやすくなったりだとかしてると思うんですけど、暑いんだよな、私めっちゃ猫舌で、暑すぎてウーバーで頼んでこんな暑いことあるっていうぐらい暑い。いやでも昨日本当に災難だったんですよ、その熱中症。なんか熱中症、もう果たしてこれはもう熱中症なのかっていうくらいの辛さで、もう暑い日は外なるべく歩かないとか、なんかもうね、暑さ対策をしっかりして歩くとか本当しないと結構危険ですよねって思った。なんか昨日さ、すっごいこんなご飯食べながら言う話じゃないんですけど、
昨日食べたもの全部出しちゃったぐらいに気持ち悪くなっちゃってさ、結構辛かったよ。熱中症であそこまでなるのは初めてだったな。毎年でも猛暑日の初日はそうなってるんですけど、暑い、こんな暑い日にスープなんて飲んでるから暑いんだよね。あー、なんかでも最近本当に目まぐるしくこう日常が変化していって楽しいけどね、なんかすごい不思議だなってふと思う時があります。まあなんかいろいろありましたね最近は。本当に人間関係ちょっとごちゃっとしたりとかもあったし、なんかね、なんかしょうがないよね。なんかもうそういう人間関係ごちゃっとしてちょっとストレス感じちゃってみたいなのも結構最近あって、こう、まあ元気ないじゃないけど結構こう落ち込んでた時期があったんですけど、まあもう一周回ってね気にしないっていう精神でこういうこともあると思って、そういう人もいる、こういうこともあるっていう精神でやっぱ生きていくしかないなっていうふうに思いまして立ち直りました。でもさ難しいですよね、なんか何事もやっぱさ期待しないようにしてても期待しちゃう時もあるし、やっぱまあ期待しないようにするっていうのも失礼なんですけどね、そういうの難しい本当に、いろいろあって、でもなんか本当に人に恵まれて本当にありがたいおかげでなんか元気になりました。皆様に支えられて私、はい、この動画誰が需要あるのかって感じですけど、まあなんか寝る前とかにゆったり見てもらえたら嬉しいです。はい、まあでもなんかお母さんに相談したりとかさいろいろあったんですけど、本当にまあなんか難しいですよね。別になんか何かあって人を嫌いになるってことあんまりないんですけど、なんかただ好きっていう感じから、友達とかね知り合いとかもそうだけど好きだなって思ってる感じからこう一気にあーなんかもうどうでもいいやってなっちゃう瞬間がやっぱ自分にあって、でなんかこれって本当はなんか小出しにこういうことがあって嫌だったなって思ったらそれを言えたら自分のこうなんていうんですかストレスにもならないし、その人にとっても、もしかしたらプラスになるかもしれないんですけど、私はなかなかそういうのが言えないタイプで、そうだからなんか難しいなって思ったりしますね。なんかこう、うわあ嫌だなって思うことを言われちゃったりとかされたりとかしてもなんか適当に笑ってごまかしちゃったりとかするから、まあ嫌われたくないんだろうね多分その人に、多分って思うんですけど、でもさそれがさこうある一定のラインを超えちゃうと自分の中であもうこの人いいやみたいな、どうでもいいやってなっちゃって、でそしたらさもうさなんかねもったいないよねって最近思うようになってきました。だからなんか付き合い方、特に大人になってからの付き合い方って難しいなって思って、学生の時とかってさなんか嫌なことあってもさそこのコミュニティでこう生きていかなきゃいけないから、まあ仕事もそうだと思うんですけど、なんかこう逆にさ仲直りとかこう考え直す機会ってあるけど、やっぱ大人になってからの人間関係ってなんか自分か相手がアクションを起こさない限りなんかもうなんだろう、もう終わりだなって思っちゃった瞬間終わりだもんなって思って、そうか難しいなって思いますね最近。まあでも一周回ってというか、まあ、いろいろ悩んだ結果、まあでもそれでも付き合いたいっていうかそれでも一緒にいたいとか思える人だったら
互い歩み寄って喋り、なんか相談し合ってできるんだろうけど、そうね、難しいよねと思う。なんか恋愛、女友達同士でもさ、恋愛感が違ったりとかさ、結構あるじゃないですか。そういう話の、なんか延長線上でさ、なんか自分には理解できない、こう、ことというか、自分には理解できない相手の気持ちみたいなのがあったりして、むずいなって最近思って、ちょっと先週、先々週ぐらいは結構メンタルに来てて、そう、なんか落ち込んでましたね、私、はい。まあでもね、もう元気なので、皆様に支えられて、はい、お酒もいっぱい飲んで、はい、元気になりました。ただまあでも、ね、もうちょっとうまくいきたいなっていう風に思ったよな、最近。私の最近の心境、心境？私の最近の近況でした。ということで、クラムチャウダー完食しました。そう、でもなんかまあいろいろありますよね、本当。最近本当になんか、なんかでもでもそれでも多分私はめっちゃ思うのが、やっぱ恵まれてる、なんかその人運がとても良くて。なんか素敵な人に囲まれてると思うから、自分がそこは、あ、洗濯が終わったみたい。だからなんかそこは感謝して、これからも頑張っていけたらいいなっていうふうに思ってます。はい、そう、今日はこんなゆるっとした感じのね、ゆるゆるの夜の石田さんって感じなんですけど、はい、よければ皆様の意見など、はい、意見、感想などなどコメント欄にてお待ちしております。はい、そしてまだチャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。